4時になりましたので、記者会見を始めさせていただきたいと思います。ちょっと長いですけれども、今回の記者会見は TPP 交渉協議の参加表明を11月12日からの APEC の場で日本政府は行うべきではないとする国会決議の実現に関する呼びかけでありまして、実は11月1日に田中康夫議員がですね、代表質問しましたところ、党派を与党与野党の党派を超えて大きな拍手が起こりました。で今回司会を務めさせていただくのは私無所属の木内でございますが、ぜひ超党派で国会決議をしようという話をしましたところ、当初ですね、社会民主党の安倍智子議員、自由民主党の稲田智議員、小野寺一則議員、そして私木内稔と、あと、すみません失礼しました、民主党の斉藤康則議員ですねが賛同呼びかけ人として賛同していただきまして、その後、公明党の石田先生、そして、日本共産党のですね、高橋千鶴子先生も、呼びかけに加わっていただきまして、超党派で、無所属の松木健康先生も加わりましてですね、国民新党の下地幹郎先生、この10名のですね、呼びかけ人が集まりまして、国会決議を実現に向けて団結しようということで、集まった会であります。でまず最初にですね、田中康夫先生からこれまでの経緯等についてご説明いただければ幸いです。11月の1日に私が代表質問をさせていただいたのですが、当初消費税やですね、あるいは増税の話をしておりました。 TPP のところで季節して与野党を超えてですね、それは私への拍手ではなくて、やはり一人一人の議員の方が自分への拍手をされた、決意の拍手をされたという場所が、今こそ国会が機能せねばなりませんということを私が申し上げました。で44道府県議会においては、すでにこの TPP に関して反対や慎重の決議というものが繰り返し行われております。また、多くのですね、8割近い、市区町村議会においても同様の決議が行われていると。で民主党の若いといいますか、1回生2回生の方々はですね、野田佳彦首相の眼前で繰り返し拍手をされたということは、まさにその自分たちがですね、国民にですね、訴え、そして自分の名前を書いてもらい、そして国民のために発言し行動するということで議場に集っている、その自分たちのですね、思いがしっかり議論をすると言いながら、ご存知のように11日に初めて予算委員会の就任は TPP の集中審議がございますが、皆様の報道によれば、その前日に逆に首相が TPP に関してもですね、判断を、下す会見をするというふうに言われているわけであります。ですから、個々の議員が国会を機能させるというために拍手をされたのだと思っております。同時に先ほどの会合でも申し上げましたが、60年後というものは、ある意味ではイデオロギーもですね、国民を二分する運動であったかと思います。しかし先日有楽町の場にですね、その日の丸を持たれた、もちろん日本の国旗でございますが、あの時申し上げた、日の丸を常に掲げることをですね、に誇りを持ってらっしゃる若い人たち、そして逆に、生活クラブというような名残がございましたが、まさに自分の家族や子供のですね、健康や生活を考えるという方々が一緒に集われて、小村寿太郎が100年前に小村寿太郎をはじめとする多くの鮮烈な血を吐く思いでですね、回復をした関税自主権というものを、そのちょうど100年後に日本がですね、この関税自主権をですね、全面に返上するというようなことは、私たちの国の開く国でなく、私たちの国を壊す国の開国ではないのという形で集われていることをことにですね、私は今回初めて日本がイデオロギーを超えたですね、国民の仕事と生活のためのですね、大きなうねりが起きていると思います。で、そのことをこの国会においてですね、私たちはここに記してございますように、TPP 交渉協議への参加表明を
11月12日からね、米国のため日本政府が行うべきでないという決議を、衆議院によって行おうと、そのために一人一人の先例である国会議員が待つとか、ことに賛同する方を、結集しようということでございます。で、ご覧いただければ分かりますように、衆議院におけるですね、すべての政党、すべての会派の方々が呼びかけ人でございます。立ち上がれ日本の平沼武夫さんはですね、この署名にですね、まず先に署名をいただいておりますので、文字通りすべての、会派と政党がですね、この署名をきっかけにですね、決議を実現しようと思っています。で、民主党の議員運営委員会の一人であります、松野頼久さんにも、このことは幾度となくお話をしておりますが、先ほども反応でも申し上げておりましたが、自分ももともと元より TPP というものに反対である、そしてそのような形が党派を超えてですね、署名が結集するなと決議へと向けたですね、動きになるのは大変に心強いという言葉を私もいただいております。そうした思いの中でこの10名が今日は集っておりますことを本当に申し上げたいと思います。また先ほど議場においてもですね、多くの会派の方々からご署名をいただいておりますが、後ほど小野寺いつも委員から今だと委員からお話があるかと思いますが、自由民主党所属の会においてはわずか1時間以上の、審議の中でですね、議場において過半数を大きく上回るですね、賛同のですね、署名というものをいただいております。これは他の政党も同様の動きでございます。そのことをまずご提案申し上げます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、呼びかけ人それぞれの対応順で、一言ずつお願いいたします。じゃあまず阿部智子です。はい、社会民主党の阿部智子です。実は下地さんの分までお話してしまいますが、今下地さんは予算委員会次の質問者ですのでここに来られません。昔の連立のよしみで私がお伝えをしておきます。で、私に関わりますこととして、私はやっぱりこの非常に重要な国家主権、例えば食料の自給とか医療制度とか、この国をどうしていくかということがこんなにも国民にも開示されない、そして国会でも全く論議されないまま決められていくと野田さんが表明するということは絶対禍根を残すと思っています。そしてこれを今まで何かことあるごとにもういつも民主党内のなんか争いのように歪曲されて本当の国会論議ができていない今のねじれ国会を、このことこそ国会が論じなきゃいけないと思いますので、まずそういう時間と場を設定すべきだということでこの署名に賛成いたしました。はい、ありがとうございます。それでは石田典俊先生にお願いします。公明党の石田典俊です。私も今回呼びかけ人にならせていただきました。今回のこの問題はですね、やはりもう説明が足りていないと、この一言に尽きると思います。ですからそういう中で、決断を下すということは、政治主導と言われるかもしれませんけれども本当の政治主導ではない、このように思っております。ですから私たちはこの APEC でですね、そういう国論を二分するような中で議論もない中でやはり、結論を出すということは認められないと、このように思います。ただ私は高知県で今住まいをしておりますけれども、34の自治体で私が確認している範囲では33の自治体がもう反対決議を出しております。ですからそういう地方の状況もございますので、これについてはやはり慎重にすべきだと、少なくとも表明をすべきなさい、このことを申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは稲田智子です。自由民主党の稲田智美です。私は総理がしっかりと議論するとおっしゃっている割には全く議論ができてなくて、なし崩し的に、しかもバスに乗り遅れるな、バスに乗り遅れるなとおっしゃいますが、バスは乗り遅れるかどうかではなくて、やっぱり行き先が重要で、行き先がわからなくて、しかも途中で降りることもできないバスにですね、国民を乗せるわけにはいかないと思っております。また普天間尖閣の外交の失敗をですね、
私はこの TPP で、付けをですね、払うというのは、売国的な行動だと思っております。また、やっぱりアメリカとの関係において投資協定を結んでしまって、例えば外資規制だとか、また今ウォール街で、を占拠するあのデモですね、暴力資本主義的なああいう、まあ、法の不備をついたり、コンピューターの性能を駆使してですね、巨額の富を一部の人が得るというのは、私は世界経済を壊しておりますけれども、それを日本が規制しようとした途端にですね、それを、まあ、訴えられる、それも日本の裁判所ではなくて仲裁機関に訴えられるとすれば、それは日本の司法権、そして立法権の侵害であり、主権の侵害につながることであると思っておりますので、私自身は断固反対ですし、現時点において、少なくとも現時点において、エンディングの場で、表明をすべきではないと思っております。はい、ありがとうございました。それでは小野寺哲明先生、お願いします。自民党の小野寺です。私は民主党の斉藤さんも被災地の地元としております。今回農地もそれから船も津波で大変な被害を受けました。そして実は畜産酪農も放射能の風評被害等で大変な状況になっています。そんな中、今回の TPP の問題、これは被災地の農業業者を本当に奈落の底に落とすような状況になっています。例えばこの問題で関税の問題は確かにありますが、それ以外に非関税消費の問題があります。早速牛肉、米国産の牛肉の輸入拡大、これを政府は認めるということ、まだ東京電力から実は宮城の、畜産農家保証をもらってないんです。まだ出荷できてない農家もいます。ここ4ヶ月収入がないんです。そんな中さらにこの TPP での追い打ちかよ。また他にも漁業の補助金、あるいは環境問題では具体的にサメの規制が今回の TPP の中で議論になっています。そうすると沿岸部の漁業、これから復興のためには補助金が必要です。この補助金はまかりならない、あるいはサメは取っちゃダメだ。こうなったら私たち三陸沿岸はどうやって生きていくのか、被災地をさらに奈落の底に落とすような、このような TPP の早期の参加には私どもが反対しています。今日は自民党稲田先生とともに実は12時から署名集をしたんですが、わずか1時間余りで過半数、衆院議員の過半数を超える署名があっという間に集まりました。我が党としてはしっかり議運の場でこの反対決議を出せるよう環境を整えていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。それでは斉藤です。お願いします。衆議院議員民主党の斉藤康則、申します。なぜ民主党政権ができたのか、これはやはり行き過ぎたそのグローバル経済、市場万能主義、これによるその格差があまりにも大きくなったから、だから民主党政権が私はできたと思っております。それが国民の生活が第一、これを皆さんが支持していただいたから政権交代になったわけです。ところが TPP というのは、これは市場万能主義、グローバル化の権化だと思ってます。私たちが付託されたはずのものとは正反対のものである、私は最大の、私はマニフェスト違反だと私は思っておりますので、徹底的に戦っていきたいと思っております。私たち民主党は先ほどですね、議会が終わった後、集計いたしました。まだ途中です、ほんの途中です。これだけもう集まってます。だからこれはもうやっちゃダメという思いなんですね。ですからしっかりですね、私は結集して、力を結集して、反対していきたいと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、高橋千鶴子先生、お願いします。日本共産党の高橋千鶴子です。私たちはもう TPP 交渉に参加そのものに反対でありますけれども、ただ本当にもう与野党が心一つに今頑張らなければならないということで、ともかくこの APEC の場で参加表明することに反対すると、一致できるところでね、もう与野党の力を積み上げていきたいと、その中に自分たちも
一緒に力を尽くしたいという思いでこの会見に参加させていただきました。ちょうど1年前の今日なんですが、予算委員会でちょうどテレビ質問でしたけれども TPP 問題を質問させていただきました。でその時に私が言ったのはですね、やはり例えば WTO 交渉など政府の交渉の場に私たちも国会議員として参加をした経験を踏まえてね、本当はこれまでは守るべきものは守るっていう立場を日本政府は貫いてきたはずなのに、その原則を何捨てるのかと、TPP には除外がないですので、そういうことを指摘をしたときに一言もそういう守るというこれは守るとかこれは譲れないっていうものは一言も答えがなかった。で今持ってないんだと思うんですね。で要するに都合が悪ければ戻ればいいなどというありえないことを言ってる人がいますけれども、そもそもじゃあ何は譲れないと思うのか、じゃあ 何を目標としてるのかっていうことを一切語らずに、何かその反対している人たちがその農業だけを言ってるんじゃないかとか、交渉してからそれは議論していけばいいんじゃないかっていうことにこう紛らわせてね、本当の議論をしていない。そしてそういう中で私たちの国会の議論がやる前に政府が参加表明をして、一方ではアメリカは議会の承認が必要で、かつその前に事前協議をやるぞと、で我々はただ指をくわえて見ているのかと、こんなバカな話はなくて、ある意味民主主義の問題なわけですよね。そういう意味で絶対に認められないということで、皆さんと心一つに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、松木玲子先生お願いします。皆さんどうもご苦労様でございます。小沢一郎さんが記者会見をするというとこの100倍ぐらいの人が集まるんですけど、なぜか TPP のことになると、まあでも真面目そうな方々が今日は集まっていただいたんでね、ほっとしてますけども、皆さん記者さん方の大先輩である鈴木東一さんというね、親父さんも来てますからね、そういう人を見習ってくださいね。皆さんが偉くなっても現場をちゃんと大切にする、こういう先輩がいますからね。でまあ皆さん、この TPP のことというのは、まあ、過去を遡ってください。私は2月23日に農林水産大臣政務官を辞めました。この時にどうしてもマスコミはね、その小沢さんのために辞めたみたいな話をしたから。しかし私はあの時にしっかり、お話をさせていただいたんですけども、この TPP というのはとんでもない。ということで、それが一番の私が政務官を辞任する、最大の、原因でございました。そこから戦いは始まっております。何としてもこれはやめさせなければ私はいけないというふうに思いますし、平成22年3月30日に閣議決定がされていることがあるんです。皆さん知ってますか？その閣議決定の中には食料農業農村基本計画なんですけども、40あの時は 41% って言ってたんですけどね、自給率、これがこれを 50% に上げていこう、あるいは、ね、お金でこれから食料は絶対用意ができるかどうかわからない時代になる、だからそういう気持ちも捨てようよということもその中には謳われてるんです。その気持ちはどこに行ったんでしょうかね。この TPP の問題ってのは 40% の自給率は少なくとも十数パーセントに落ちるというふうに言われてるんです。上がるという人は少なくともいない。であれば民主党っていうのは、先ほど斉藤君が言った通りマニフェストっていうのを出したわけですからね、それから逸脱をしていってるのかなと言わざるを得ないと思いますので、最後まで、みんなで戦っていきたいと思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。質問を受ける前にですね、今斉藤さん、小沢さんからも署名が順調に集まっているという話がありましたが、署名はですね、私どもの事務局の方のファックスにですね直接送りいただいているという方々もいらっしゃいます。ですので、その項目の集計をすると同時に引き続き署名を集めますが、私たちとしてはですね、先ほど少し申し上げましたが、まあ、12日からエーペックがそのバラク・オバマ大統領のふるさとのハワイで行われると。で、まあ、11日の金曜日に衆議院参議院ですか、衆参で TPP に関する集中審議と、いわばそのしっかりと議論をするとおっしゃった野田さんにとってはですね、初めてこの11日の場で議論が行われるわけです。ところが皆様の報道にお返
されてはですね、10日の夕刻にもですね、野田さんが TPP に関しての会見を開かれる。そして、まあ、野田さんの一連の発言を拝見をしますとですね、しっかりと議論と、所信表明ではおっしゃっておりますが、カンヌやニースというリゾート地に行くと、そうではない、何か非常に半ば明確的な意見を述べられておられますので、これを私は先日、有楽町ではですね、会社もまとめられない、家でも威厳のない困ったお父さんがですね、会社の経費でリゾート地に出かけるとですね、ついつい大変そうもしてしまうというふうに申し上げましたが、私たちはやはりその10日という日はくしくも本会議が開かれることが、もう決定いたしております。で、私たちはこの10日の日の本会議においてですね、衆議院においてこの TPP 交渉協議への参加表明を11月12日からの APEC の場で日本政府は行うべきでないという、まあ、そういう趣旨のですね、決議を行いたいと思っております。で、そういたしますと、今日が7日でございます。で、まあ、先ほど松野容疑者さんからも大変心強い署名であるというご発言を、まあ、ご自身の、意見として私が伺っております。このような環境設定をする中でですね、どこかの、まあ、会派がですね、このような署名決議をすることは決議を提出するんですね、まあ、簡単だろうと思います。しかしそうなりますとですね、これだけ共同通信の調査ではもう8割近い方々が政府の説明がなっておらんと言ってる中で、その政局のようになってしまいがちでございます。どこの会派から出たので、なかなかする氏が降りないとか、うちも参考しにくいというようなことがですね、あることはこれ国民へ向きますので、私たちとしてはそれぞれの会派の方が実質的にはどこかの会派がお出しになられて、それを賛同されるにしてもですね、やはりこれだけ多くの国会議員が国会が機能せねばと、そして日本を救わねばという思いの中で署名が集まるという形がより良いのではないかと思いました。で、先ほど申し上げましたように、当初6名のもので動いておりましたが、その後多くの方もですね、ぜひ一緒に呼びかけになりたいという形でなってきております。ですので、今日会見をこのように行いまして、これ以降各会派のですね、実際にその議決をしていくという議員運営委員会でありましたり、そうした場の方々にも既に事前に私どものこのムーブメントはお伝えをしておりますが、今日の会見以降ですね、そうした方々にぜひお願いをするという形の中でですね、明日は議長も議員運営委員長も在京であると伺っていますので、その中で10日の本会議に向けてですね、調停される形をですね、私ども引き続き連行したいと、このように思います。質問に移る前に、ちょっと確かの一言よろしいですかね。いいですか。無所属の国益、会派、国益と国民生活守る会の旧事務所でございます。一言申し上げますと、今日はマスコミの方来ていらっしゃいますけれども、これ他人事ではなくて、マスコミの皆さんもですね、電波の部分、あるいはいわゆる出版、ということがですね、外資によってこう買収されるって可能性も十分あるということをですね、明日はリストラされる可能性があるってことをよく考えていただいて、これ他人事だけしてないと、というのはですね、あらゆるものが規制緩和される対象になってますので、その点ですね、なんかこう他人事の方が多いんでですね、ご忠告申し上げたいと思います。もう一点ですね、もうちょっと労働組合が大騒ぎするかなと思ってるんですけども、これは決して農協だけの問題ではなくて、日本の雇用にいわゆる内需がどうなるかって話でございますし、そしてよくなんか天然ボケの人がね、日米双方にとってウィンウィンであるって、これはもう本当に国際社会の現実を知らない人たちのいうことでありますし、またアメリカは悪いようにしないって散々悪いようにされてきてるんですけれども、これは私も最初はまあ賛成してもいいかなと思ったんですけど、勉強すればするほどこれは反対に ならざるを得ない中身でありますし、私は過分にしてですね、最初は反対だったけど賛成に回ったっていう人を未だかつて見たことは、ね、逆なんですね。最初はいいかなと思ったけど、やっぱり反対っていう人の圧倒的に多いはずです。この点をちょっと強調させていただきたいと思います。それでは質問に、受け付けたいと思いますが、できましたら会社名と、またフリーの方フリー、そしてお名前を、言っていただいていけますでしょうか。質問ある方、
長のフリーの横田はじめですけども、もしあの国会決議がなされてそれを無視して野田総理が暴走してですね参加表明した場合に、まあ、先ほど不信任案の話がありましたけども、そのどう対応されるのか教えていただければと思います。私どもはですね、これ政局というのは最も国民の仕事や生活に影響を与えることですから、私たちは事なかれにしたいということではなくて、その国民がまさに壊す国になってしまうことを防ぐためには、まずこの決議であるということで伝っております。皆さんも今日いらっしゃると同じ気持ちと思いますが、最終的に TPP を含めたこういう経済連携協定は国会の承認批准ということが必要になります。事前に行く前に国会ではダメだと言われている内容についていくら交渉しても全然意味がないというふうに思いますので、まあ、それは行って話すこと自体が意味がある話ではないということに結果的にはなってしまうんではないかと思います。最終的にはこれは総理の問題ではなくて、国会がこの経済連携協定を批准するかどうかということにかかっておりますので、むしろこの場の話の方が総理の発言よりもはるかに重いというふうに私は思います。他にご質問は。はい、どうぞ。朝日新聞の星野と申します。サイトの話なんですけども、サイトも同じようなことを動くような話はあるんでしょうか。それは皆様の方がお詳しいかと思います。私たちは衆議院でありまして、衆議院としてその決定を実現するために、そうです、条約協定は衆議院の優位なんです。ということで衆議院がやってると、参議院もいっぱい反対するわけですから大丈夫。はい、他にご質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。はい、NHK の NHK の渡辺と申します。ですね、復興をめぐる動きの中で国会の皆さん取材しているとですね、極めてバラバラで、なんか本当に国民の信頼を得てるのかっていう場面たくさんあったと思うんですけど、今回このように皆さんが一致団結するっていうのはですね、その復興の時よりもなんか団結してるような気がするんですが、それだけ本当にまずい状況があるということを皆さん認識されてると思うんですけど、これからですね、国会議員でさえなかなかわからないという方が多い中で、どうやってですね、国民の理解を広めていくのか、皆さん今後の活動をどうしていくのか、その辺をお伺いください。個人としてはですね、今日ここに集っている多くはですね、TPP というものに反対であろうと思います。で、後ほど稲田朋美さんから私どものこの呼びかけの文章を読ませていただきますけれども、日本はすでにですね、横浜港が開港しても152年目でございます。日本は通商立国で、そしてアメリカよりも EU よりもですね、平均関税率ははるかに低いといいます。自由貿易の国家なわけでございます。ですから私たちはその中においてまさに国民の仕事や生活がより良くなってこそ主権国家でございますから、先ほど小野寺さんからお話があったように、まさにそのサメということはフカヒレでございますから、これは日本国内だけでなくて産業貿易のフカヒレはですね、国際的な市場にあるわけでありまして、そうした問題をですね、何かアメリカ一人勝ちのブロック経済のような形の中で決めていっていいのかということであります。で、まさに今回集ったということは、まさにこれがですね、今年上岸地震以来のですね、大きな災害があった、そのこの日本をどうするかということが、この TPP という問題に集約されているんだろうと思います。冒頭申し上げましたが、議会をとにかく機能させなきゃいけないと、今はもうパッシングなんですね。G20 での消費税のお話もそうですが、もう全く今のやり方では議会そのものが国民の信託を受けて選ばれている私たちにも情報来ないし、もちろん国民にも行かないと。で、じゃあこれをどう変えていくか、まあ、国会では集中審議確かにありますけど、週が3時間、3が3時間、それで3時間ですよ、全会派で。それで審議とは言わせないというのと、前の菅総理は開国フォーラムとかいうのをやって、まあ、3回で終わってしまいましたけど、まだね、まだ国民に説明しようという
一方的ではで意識はあったけれど、今回はそれもないんですね。そしてもっと問題なのは、市町村長会が反対の決議を挙げておられるのに一回も意見聴取しないんですね。今日先ほどの集会でご発言でしたが、地方分権とかいろいろ言っていて、なぜ一回もですよ、なぜ野田さんは行く前に意見交換しないんでしょうか。私はあらゆる意味で民主主義を冒涜しているし、今ここでそれを譲ったらいけないと思うので、逆にそういう反対を挙げている団体ときちんと論議をする、国会ももっと審議をする、そして国民向けにはフォーラムでも何度もやっていただいたらいいと思います。はい、他にありませんか。はい、どうぞ。不利になることですけども、先ほど復興の話がちょっと出たんで、開国フォーラムをですね、せめて最低でも被災地で開くべきではないかと思うんですが、そういった動き打診は野田総理およびまあ、現場を知らない現場外務大臣と呼ばれている現場大臣から打診はなかったんでしょうか。被災地そういう話はあの全くありません。おそらく現場に来たら、すみません、現場の下さんの話じゃないですが、とても口に出せないんだと思います。あの悲惨な状況、しかも何も手がついていない状況、これだけ何もしてない状況に来て開国フォーラムなんて言っても本当に空虚な話になってしまうんだと思うので、そこまでとても気が回ってないんだと思います。あ、いいですか。仙台の衆議院ですけれども、本当にその被災地のですね、津波で塩かぶってしまった田んぼを管理するその農家の方は、ただでさえこう絶望感を抱いてるんですけれども、でこれでまた TPP かっていう話です。もう完全にその被災地の農家の方は収納意識を失いかけています。ですから当然復興も同時に進めなければいけませんけれども、被災地の夢と希望を皆さんに持たせるためにも、この TPP というのは何とか食い止めなければいけないと思っています。ですからそういう意味でもやっぱり野田さんには被災地への、メッセージと、この TPP を通して何をやるかというのを早く伝えてほしいというふうに思っています。他に国会質問ありませんか。たびたびでどうぞ。たびたびすみません、 NHK の渡辺です。ですね、まあ、これだけ皆さん集結されてるっていうことはそれなりに動きがあると思うんですけど、いわゆる政局みたいな形でですねやると国民の方々からの関心も離れていってしまうというふうに先ほどおっしゃってましたけども、ここまで反対されて国会議員皆さんから選ばれた代表がですねここまで反対している中で野田さんが強行した場合には、本当に実際皆さんどこまで何をやるんでしょうか。いや、だから歴史に不毛論がないように、私どもはですねまさに国民不在の社会にしてはならんということです。そして大変手前味噌ですが、私が今こそ国会が機能せねばなりませんと言ったときに、野田さんの眼前に座ってらっしゃる多くの民主党の方も含めてですね、与野党の方から多くの拍手をいただきました。それは私の発言への拍手ではないと思います。国民にですね自分の名前を書いてもらうために私たちは立候補したのではない。私たちは国民のためにですね働くということです。それが発言の場もない、議論の場もない、そして議場で採決にですね何か歯車の一つのように参加させられているかもしれないという無念な思いをお持ちの方々が自分を鼓舞するために私は拍手をされたんだと思っております。それがまさに国会が機能することである。それは私は後ほどの中にまさに関東大震災からさっきの大戦までの間にですね二大政党と言われながら国会が機能せずですね大変に不幸なですね日本の歴史を歩んだということを繰り返してはならないという思いで私は述べました。そしてそのことに多くの方々が自分を鼓舞するために、そして国民に勇気を与えるために拍手をしてくださったということを必ずや結実させねばならないという思いであります。政局と政策の違いって逆質問したいんだけど、どこが違うと思う。政局と政策、
あの政策、まあ、明確にも答えられませんけれども、私が聞きたかったことは、こういうことがあるたびにですね、その誰かが抜けてどこにつくとか、そういうその政党の枠組みの変えることだけによってですね、動いてしまって、本当の議論が置いてかれちゃうと思うんですよ。だから皆さん、どこもそんな動いてないじゃない、僕だけだよ。中村さんは違うと思うんだけど、それは逆に皆様の側が、あのそういうふうにの先入観でバイアスを入れられるということをぜひですね、あの極力排していただきたいというふうに私も国民の一人として思っております。それとね、要するに僕はね、政策と政局ってね、ある意味表裏一体だと思います。どうしてもこれ政局っていうとあんまりこうおどろしくてね、あんまりこうみんなされたくないような気持ちになるわけですよ。格好も良くないし、で政策って言ったらなんかかっこいいでしょ。だからそっちの方だったらいいみたいな雰囲気あるけども、実は政策が合わないからやっぱりこれ最終的に政局になってくるんだと私は思いますけどね。はい、あと先ほど私マスコミがちょっと他人事じゃないかと申しましたけど、 NHK の方の質問ですけれども、 NHK の在り方について、確かに WTO ではですね、外資規制マスコミかけれるんですけれども、もし TPP に入ってですね、アメリカがおかしいじゃないかと、 NHK の在り方おかしいじゃないかと、規制緩和しろとかですね、あるいは CNN ジャパンというのを作ってくれとかですね、おいしい電波帯よこせとかですね、ルパート・マードックに、朝日新聞か買収させてくれとか、本当にそういう話になりかねないから、皆さんもやはり当事者としてですね、真剣に考えていただきたいということを私最後に申し上げさせていただきたいと思います。私はもう代表質問で述べてますが、あるいはお聞きでない方もいらっしゃるかもしれませんので、 TPP と言いますけれども、環太平洋というんだったらパンパシフィックのはずなわけでございます。ところがトランスパシフィックというのは向こう側のパシフィックということでございます。ですからパンパシフィック環でなくて TPP なんです。だからカナダもメキシコも入ってませんし、中国も韓国も台湾も入ってませんし、インドネシアもフィリピンもタイも入っておりませんし、入っていないどころかアメリカから入ろうという誘いも受けていないという形ですから、これは日本政府の意図的誤訳ではないかと私は申し上げたわけです。あと先ほど TPP 交渉さん対応を求める民主会という場で石田紀俊さんがですね、 ISD 条項というとんでもないものがあるとおっしゃいましたが、私はこれをですね、インチキな訴訟で大打撃条項というふうに言っております。これが ISD 条項でございます。そして通信電波情報というものも非関税障壁になるわけですから、それが今木内さんがおっしゃったルパート・マードックのおとき暴露メディアをもですね、日本のテレビ局に君臨するという状況になる。つまりこれは皆さんにとって対岸のお話ではないわけでして、農業や医療や保険や、金融だけではございません。製造業が壊滅的になるということであります。すでに放送電波帯のオークションの話が出てますから、すでに放送電波帯のオークションの議論がアメリカの議会の中で出ているという噂があります。ということはイギリスで行いました電波帯のオークション、いわば2チャンネルか4チャンネルか6チャンネルかというのが毎年オークションにかけられると、これで約2兆円実はイギリスは税収が上がりました。当然アメリカもオークション方式を取っていますから、日本のテレビ局がいつまでもこのチャンネル帯を曲線的に使うかどうかが分からないということだって、おそらく議論があると思います。ちなみに TPP を推進するアメリカ議会、アメリカの企業グループの中では農業関係は大変少ないです。ほとんど関心がない。むしろ放送電波、メディア、それから金融サービス、こちらの大企業、建設もそうですが入っております。皆さんも多分よくご存じだと思います。今の補足しますと、小野田さんが私に共通してくださったんですが、そのような多額な金額で毎年放送権が買い取りされるとどういうことになるかというと、皆さんの番組の質を向上させるための制作費やですね、調査研究費がその分少なくなるということでありますから、それが大半の価値ではないということ。あともう一点、実は私が質問した後に推進派と目されている議員の方がいらっしゃって、どういうことをおっしゃったかと、痛かったと、何が痛かったかというとですね、その宇佐木隆文さんや金子雅夫さんの名前を出しますけど、宇佐木隆文さんの名前が出てきても我々は痛くもないと、ノーベル経済学賞候補でしたから。しかしですね、榊原英介さん、中谷八尾さん、野口幸男さん、浜典子さんという
この4名の自由主義経済を信奉されている方が TPP は自由貿易ではなくて貿易阻害だということをおっしゃっているということを私が議場で申し上げたことに対して大変にネタを起こしてしまって、我々は痛いと苦笑いしておしまいでも苦笑いで済まない内容がこのことであると私は思っております。はい、他にご質問ありませんか。あるいは先生方から何か補足か。そうですね、私も東北ブロックですので、お隣の小野寺先生、斉藤先生と一緒に先日もTPP 反対の集会に参加をしました。農協や漁協、市民組合などのほかに医師会や政協など本当に各広範な皆さんが参加をしていただいて、党派を超えてみんながね一致して私たちも頑張りますというそういう場になりました。1700名の参加でね、ですからそういうのをやればやるほどやっぱりあそうだったのかっていうことが広がってるっていう点でまだまだ本当はこれからなんだということが言えるのではないかと思います。それから先ほどNHK の方が、復興の方がかなりバラバラなのにみたいな質問がありましたけれども、復興局の方でも明日のお昼に二重ローン問題で超党派で自公民ではなくて私たちも入っての超党派での協議を行って一本のものにしようと3人で成立をした野党案をベースとした法案を通そうということで協議をしております。ですからそういう形でね一致できるものは大いに復興のためにやるんだということでやっておりますのでもう政局ではないのだということで頑張りたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。他に最後に、アーカイブとして映像を撮りの方もいらっしゃいますので稲田さんの方から私たちの呼びかけ文というものをご説明願いますので、 TPP 交渉協議への参加表明を11月12日からの APEC の場で日本政府は行うべきでないとする国会決議の実現に関する呼びかけ、日本は1911年明治44年小村寿太郎をはじめとする数多くの先達が血を吐く思いで努力を重ねた末に関税自主権を回復しました。100年後の2011年平成23年我が日本は国家の根幹たる関税自主権を自ら放棄しかねる極めて深刻な局面を迎えています。 TPP 環太平洋戦略的経済連携協定とは一体いかなる代物なのか、日本の経済に社会に国民の生活に未来にいかなる影響をあるいはいかなる効果をもたらすのか、適正確実に語れる人はおそらく一人もいないでしょう。第179回国会において内閣総理大臣所信表明演説でいわゆる TPP 協定への交渉参加についても引き続きしっかりと議論と野田佳彦首相が発言されたのもこうした私たちと同じ認識に立っていらっしゃるからだと考えますけれども、しっかりと議論が国会の場で予定されているのは11月11日の予算委員会での集中審議のみです。その翌日にはハワイで APEC アジア太平洋経済協力会議が開催されます。44道府県議会では TPP 参加への反対慎重決議が可決しています。他方で推進や賛成の決議は全国の都道府県、市町村長の市区町村のいずれの議会においても行われていません。国権の最高機関たる国会の場に集う私たちは賛成派対反対派、推進派対慎重派といった不毛な二項対立的色分けを超えて日本のために、国民のために TPP に関してしっかりと議論すべきではないでしょうか。日本はすでにアメリカ合衆国よりも EU 欧州連合よりも平均関税率が低い世界でも屈指の自由貿易を促進してきた国家です。このまま交渉参加表明ありきで突き進んだなら
将来に禍根を残します。関東大震災から先の大戦へと至る不幸な歴史も、政党政治が機能していないと国民が落胆する中で刻まれました。その鉄を踏んではなりません。私たちは衆議院を構成する各会派が議員運営委員会の場に TPP 交渉協議への参加表明を11月12日からの APEC の場で日本政府は行うべきでないとする決議を可及的速やかに共同提案されることを強く願っています。この趣旨に賛同される議員各位におかれましては、各会派の代表者にお届けする署名を頂戴いたしたく存じます。我が日本の未来を誤たぬためにもご賛同のほどよろしくお願いいたします。呼びかけに安倍智子、社会民主党、市民連合、石田紀俊、公明党、稲田朋美、自由民主党、無所属の会、小野寺一則、自由民主党、無所属の会、木内稔、国益と国民の生活を守る会、斉藤康則、民主党、無所属クラブ、下地幹雄、国民新党、新党日本、高橋千鶴子、日本共産党、田中康夫、国民新党、新党日本、松木健子、無所属、以上でございます。はい、よろしいですか。はい、それでは、それでは、こちらへどうぞ。じゃあどうぞ。はい。フリーの横田はじめですけども、TPP が国防上の、悪影響があるかどうかということで、沖縄の、知事がサトウキビ離島の農業漁業を悪影響を与えることで、尖閣含めてですね、国防上もマイナスじゃないかという指摘もあるんですが、その辺についてなんか民主党内で議論されているのかどうか、離島区の農業サトウキビとかが打撃を受けて、そういうことまで考えて議論が進んでいるのかどうか、もし、はい、党内の中の PT ではですね、その政党産業への影響というものは議論されていますけれども、そのことに関してその国防上のということは議論はされておりません。私は発言人ですので調べてみたいと思います。ありがとうございます。逆に国防上 TPP が必要だというですね、あさってだかおとといの話をしている方が民主党の中にいらっしゃるそうですが、外交防衛の第一人者を辞任されている方ですが、これこそ論外でして、これはだからアメリカのブロック系なんです。私たちはアメリカなしで世界中のどこの国もやっていません。私が申し上げたように、アメリカの私たちのパートナーであるならば、夫婦やですね、親子や兄弟がですね、歩むべき道を誤まって見失っているときにですね、まさに野田さんがおっしゃる虚心坦懐にですね、誠心誠意ですね、道理を解いてこそパートナーです。で、これは逆に中国が、だって日本は中国とも韓国ともこれから FTA を行っているんです。だったら FTA をどうしてアメリカともやらないのかってことです。なんで TPP、 じゃあそんなに素晴らしかったらなんで中国や韓国や台湾にも TPP 一緒にやりましょうって言わないのかっていうことです。で、もう一点はこれ製造業だというのも代表質問で言いましたが、まさに中国が対抗手段として EU と FTA を結ぶとですね、日本はドイツと自動車や高速鉄道で中国で競ってるわけです。で、これが中間材が全て非関税で入ってくれば日本は大敗するということなわけです。で、もう1点はですね、日本は15年前には対中国の貿易量というのは対アメリカの貿易量の6分の1でした。しかし他の国同様にですね、現在日本の最大の貿易国は中国なんです。ですから中国に改めていただくべき点は民主的な点で多々ありますが、私たちはですね、真のまさに北にロシア、東にアメリカ、西に、中国、ASEAN、そして南にオセアニアがあるという交差点というですね、ファーイーストではなくて日本は最もですね、ロジスティックス上ですね、優位な場所にあることがあるんです。だからその外交をどうするのか、貿易をどうするのかということは TPP でないということです。ですから国防のためになどというのは真逆のお話だと私は思っております。国防上も TPP でないということです。ありがとうございました。まさに今日本の真の独立が
問われている瀬戸際でありますので、私も総監第1号で資格を送られましたけれども、この今回ばかりはもう一回立ち上がって頑張って、同志と頑張っていきたいと思います。もうよろしいですか。じゃあ、はい、はい、じゃあこれで記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。